ミノノリスケのクズエピソードがやばい。ノリスケってナミノって言うんですよね。皆さん知ってました？サザエのいとこ、ナミヘイの甥にあたる親戚で、しょっちゅう磯野家に出入りしています。職業は出版社の編集者。原作では新聞記者をしていて、実はこう見えてエリート。なんと出身大学は東大法学部。まあこれは公式ではなくデマなんですけれど、なぜかネットではノリスケ東大説が強く根付いています。年齢は24から26歳。なぜか公式には設定されておりません。これ何か意味あるんでしょうか。だもんで今回はそんなノリスケのクズエピソードを見ていきましょう。こちら磯野家に遊びに来ているノリスケ、人の家の冷蔵庫を勝手に開けています。いくら親戚の家とはいえ、やってはいけないライン超えちゃってますね。そして冷蔵庫の中にジェレートを発見。もちろんノリスケのために用意されたものではありません。しかしノリスケそれを手に取り、磯野家には似合わないものが入ってるなと言って、許可も得ず勝手に投食。これはいけない。もうかなりのクズですね。そしてジェラートを楽しみにしていたタラちゃんがひどく落ち込んでいます。親戚のおじさんにお菓子をもらうんじゃなくて勝手に食べられる、これはもう一生思い出すレベル。そして船さんに、子供たちは楽しみにしてたんですよと怒られる始末。社会人になって親戚に説教されるとか、もう救いようがない。続いては休日にマスオと二人で磯野家で留守番をしているノリスケ。焼きそばでも作りますよと言って買い物に出かけようとしますが、財布を持ってきていないのでマスオにたかります。でかいい大人が財布も持たずに外出するとか、本当何なんでしょうこの人。そしてお金をノリスケに託して家で待つマスオ。しかしノリスケが買ってきたのはなんとカップラーメンにワインとチーズ。どういうことかマスオが尋ねると、昼飯の予算を節約してこちらに回したんです。人の金を予算扱い。その後ゴルフコンペからナミヘイが帰宅して、持って帰ってきたブービー賞のウイスキーを見つけると、それをもらおうとし、おじさんがゴルフ下手でよかったと一言。なんでそんな余計なこと言うんだよ。本当に何様なんだよっていう話ですね。とある日ノリスケとマスオが2人で飲みに行きます。ここでポイントなのはノリスケから誘ったってこと。楽しい時間を過ごした後、さあ帰ろうってなった時、なんとノリスケが寝ちゃってます。ちょっと飲みすぎちゃったんでしょうか。マスオが気を利かせて会計を済ませると、急に目を覚ますノリスケ。マスオもめっちゃ驚いてます。そんでその後のノリスケのセリフがマジでクズなんです。ごちそうさまです、これぞ倹約術です。マジでこいつ何言ってんだ。てか会計終わったけど、お前はマスオに金払えよ。これはマジでもう絶縁するレベル。しかもこれ飲みに行くとき、マスオが駅を出たところでノリスケが声をかけてるんですよ。つまり完全に待ち伏せしてるんです。お前全部計画通りか、このクズ野郎。以上ノリスケのクズエピソードでした。しかしこんなノリスケを受け入れ、親戚付き合いを続けてくれる磯野家って本当に偉大ですよね。僕の親戚にこんなのいたら絶対に関わらないですね。まあ親戚の中では僕がノリスケ側ですけどね。